竹中さん、やっぱり竹中先生は神様や、神様や。なんと竹中さんね、今回の動画では個人に対する現金給付をまたやった方がいいよと、そして事業者に対しては持続化給付金を出した方がいいよというふうに言ってくれてますね。この動画だけではなくって、まあ政府の関係者にお会いした時とか菅総理にお会いした時もね、なんかこういうことを言ってくださってるんだろうなっていうふうなことを匂わせます。もう誤号が指します。竹中先生神様やと。その前にですね、私が言いたいのはちょっと無茶からもしれませんけどもね、あの竹中さんパサナの会長でいらっしゃるんですよね。ってことは今ねこういうふうに言われてます。前回の GDP のマイナスで緊急事態宣言の時には 28% の GDP マイナスがあったとされて、今回もそれに類するね大きな経済のマイナス、そして女性を中心とした飲食店に対するダメージ、解雇、こういった問題があるというふうに竹中さんですね、今回の動画の中で言われてるんですよ。じゃあ明暗がありますよ。パソナで緊急臨時10万人雇用3年分確定みたいなね、そんな発動してですね、もう雇用者じゃない、従業員を10万人ぐらいね雇ってもらいたいんですよ。でやる仕事っていうのはプロパガンダ、政府に金出せ、持続化給付金出せ、個人補助をしろみたいなね、それが毎日の仕事です。パソナとしてそういう仕事のために10万人ぐらいを採用していただいて、給料は毎月25万、これでいいじゃないですかね。お金持ちの竹中平蔵さん、パソナで臨時、従業員を募集してですね、3年間確定の、雇用契約を結んでですね、どんどんどんあの職にあぶれた人をね受け取っていただきたいと思うんですけど、どうですかね。だって個人給付した方がいいんでしょ、で事業継続させた方がいいんでしょ、これいいじゃないですか。なんか文句ないと思うんですけども、まあむちゃくちゃですね、私の言うこともね。はい、まあ竹中さんちょっと儲けたんだから、ちょっとねお返しお願いしますよね、よろしくお願いします。儲けたんだから、儲けてるんですから、よろしくお願いします。